都心では30度超えが予想される今日、今年の夏は猛暑になると気象庁が発表。もうこうなったらヒーヒーグルメを食うきゃない。あのマルちゃんから今月発売されたのが冷やしぶっかけシリーズ。まずは熱々のお湯を注いじゃいます。5分待って、しっかりと湯切りしたらキンキンの冷水で締めて、液体つゆを入れたら完成。もっちりシコシコした本格派のぶっかけうどんにはレモン風味のつゆがよく合います。さらにあの冷やし中華もカップ麺に。ヘルシーな海藻がたっぷり、ノンフライ麺はツルッツル。海藻サラダ風で女子受けも間違いなし。今年の夏は続々登場する冷え冷えグルメで乗り切っちゃいましょう。うん、私だけ美味しい思いして、あーい、すいません。おととい、表参道ヒルズに大人のかき氷が集結。世界のさまざまな地域をイメージした限定メニューが8店舗で食べられます。贅沢に桃を丸ごと1個トッピングしたり、パイナップルが器になったり、まさに大人にしか味わえない超豪華なかき氷が登場。大人女子が大好き台湾風かき氷は王道と和風をいかが。一つは王道中の王道、マンゴー。果肉もたっぷり乗って大満足の一品。こちらは厳選きな粉とココナッツ。美味しくヘルシーなのが大人に嬉しい味です。一方、こちらのかき氷、トッピングしているのはなんとわさび。メロンの甘い香りとわさびの清涼感ある香りがベストマッチ。爽やかな夏を感じられる香りのハーモニーが至福のひとときを与えてくれます。そしてまさに昨日、新宿にイタリア王室御用達のジェラートが日本初上陸。創業121年を誇る老舗で、イタリア人なら誰もが一度は口にしたことがあるんだとか。ボンジョルノー。うわー、ちょっと見てください、ショーケースの中華やかですね。キラキラしてる。一番人気って何ですか？ピスタチオ。ピスタチオ、はい。ジェラートのピスタチオはイタリアの大定番。こちらではシチリア島で生産される高級品種のみを使用。味のチョイスは3つまでということで、純な王女はダークチョコレートとミックスベリーを追加。おすすめの生クリームをトッピングしたらいただきます。すごい濃厚。もう口いっぱいピスタチオが広がりますね。ボニーシモ。続いては、一体これは。実はこれ、叩いて飲む新感覚バナナジュースなんです。熟成バナナジュースにさらにフレッシュバナナを丸ごと1本投入。そのバナナをめがけハンマーを振り下ろす。好みの果肉感になるまで潰してからいただくのがポイントです。美味しいです。こちらのお嬢さんもみんなバナナをポコ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 、親の仇のように叩く人も。誰かの顔を思い浮かべながら。誰がいいかな。ちなみにこう強さ的に駒田だとどんぐらい強さになりそうですか。え、駒田さん、はい、え、それはそんな、はい、こんな感じ。ちょっと媚び打ってこう。会社員ですからね、アナウンサーの。
冷え冷えグルメで体を冷やしても出世の熱は冷めない山形アナでした。お、すごい。